今日は七並べのお礼をするでいい、するでいいでございます。こんばんは。今日は三期生のお披露目イベント見に行ってきました。佐竹さんの盛り上がりがすごかった。ねえ、隣はノアピがいて、ノアピの隣で見たんですけど、お披露目で声出しがあるのいいなって言ってて、ちょっと寂しい気持ちになる。そうだよなって。ヒロミで名前を呼べるって本当に嬉しいことだよ。うん。ナーピの隣を見てたとクルクルは入れなかったらしい。そうなの？まあでも私は、うん、何週間か前に見に行きたいですって言ってたから行けたのかな。こんばんは。今日は七並べのお礼をしたいんですけれど、いらっしゃるかな皆さん。そう入れなかった。そうなの？早めに言ってよかった。じゃあ自分と同じポジションのメンバー注目しちゃいますか？うん、注目しました。夢力は多分サッチ。そうで、ペダルは壁島ちゃん。壁島ちゃんがね、オーディションナンバー22番なんですよ。だからそうオーディションナンバー同じの子がペダル一緒のポジションだって思いながら。配信でトミコの写真自慢してました。何それ？にゃん、こんばんは。じゃあトップ100の方々を読み上げていきたいと思います。皆様目がキラキラする。携帯を持っとるけ。いくよ。
100位ちまいちゃん、99位ゆみちさん、98位とくさん、97位 YK さん、96位ミッチェルさん、95位トントン21さん、94位京平さん、93位ダダダナムノさん、92位ありくんさん、91位みずほさん、90位モンブランさん、89位キョンシーさん。そうなんや、オレンジライトつけてんの顔色良くなる。ほら、あったが良くない？どうですか、あったがいいよね。どう？いや今日チークとか塗ってないんだけどさ、口はピンク、ピンク塗ったけど、めっちゃチークしてるみたいよね。今日アイシャドウも塗ってない。90位モンブランさん、89位キョンシーさん、88位ガジガジガッチャンさん、87位さつまいもさん、86位風みどりさん、85位エムアカさん、84位エイサクさん、83位ジャストミトさん、82位水木ふうこさん、81位なっちゃんさん、80位高葉さん、79位小池かおるさん、78位波酔いクジラさん、77位りょうさん、76位ベッドンさん、75位せいじ焼きそばさん、74位たるさん、73位みーぶんさん、72位ゆうすけさん、71位パオシさん、70位ゆみちさん、69位あきたけじょうさん、68位レビンさん、67位ゆうとくんさん、66位ひかるさん、65位ごろつきねこさん、64位晴れの国のしんちゃんさん、63位たけさん、62位チロさん、61位リエボーさん、60位よよよのよさん、59位ブルーさん、58位バンバンさん、57位ビーディーマンさん、56位マクールさん、55位チェスマンさん、54位シュンさん、53位エムケンさん、52位ウズさん、51位シンヤケンさん、50位ゴレヒロさん、49位世界ヒロシさん、48位ズーチャーさん、47位負けならバーストしてさん、46位ユイチローさん、45位長昇金さん、44位ベーコンめっちゃ好きさん、43位ルカミチさん、42位シティリバーさん、41位シンヤさん、40位ノビさん、39位フーさん、38位カツオ48号さん、37位ベニトビケン、ベニトビベニコーコーコーヒーレンさん、36位ゴンジーさん、35位アンバさん、34位アグネスさん、33位パープルマスクさん、32位カズ66さん、31位マサさん、30位トミコさん、29位クマ5号さん、28位ヒョウさん、27位ユキさん、26位つぶつぶゴリラさん、25位トゥーさん、24位ミチューバーさん、23位バツマルさん、22位リョココさん、21位ニューヨーク嶋佐和也さん、20位西平さん、19位セリアさん、18位今ちゃんに嫌われた王さん、17位運気水京さん、16位重則志さん、15位安須さん、14位久保地さん、13位ピッコロさん、12位キミさん、11位米印さん、10位鍋さん、9位モカチンさん、8位ウィーウィッシュさん、7位トモマーチさん、6位ミニマロンさん、5位冬風さん、4位まさに晴天の霹靂さん、3位タカさん、2位
まさじさん、そして1位はジュルルルンチちゃん、長谷川さんでした。ありがとうございます。第64回推しメンイベントランキングの上位トップ5の皆様でございます。ありがとう。ありがとうございます。ということでね、え長谷川さんからいただいていたリクエストソング、歌っていきたいと思います。先月のものと今月のものを合わせて2曲あるんですけれども、今月のね、あのリクエストソングをあの長谷川さんがツイッターの方に書いてくださって、で1位と2位が入ってなくて、3位に書かれてた気がする。曲を歌わせていただきます。どっちから歌おうかな。こんばんは。なんでここで言わないの多分ね、私が練習できるように先にあの書いてくださってたんだと思う。そうそう、練習して一緒に披露できるように。場所からどんな言葉をかけ
いのはわかるけど、彼ら自身が探さなきゃ全国優勝できないわと呟いたマドンナ。そうだ、しがみつけよ青春、挫折をしてわかるさ、涙を流した後で立ち上がり方学ぶよ。見返したいライバル、あと一歩の敗北、力に変える悔しさ、がむしゃらに突っ走ろう夢のために。カクカクしてる。次の世代を見守るよ。もしができないその一途さ、教えたくなるはず。あれはしがみついた青春、傷だらけの栄光、あんなに燃えた時代はもう二度とは来ないよ。振り返れば眩しい、走り抜けたあの頃、大事なものは一つだ、全力でやりきろうぜ明日のために。青春のラップタイムの続編のような。そうなんだ。NMB48 さんでしがみついた青春でした。もう一曲もさ、ずっと聴いてたんですけど、ちょっと一回もう一回聞こう。歌う前に。楽しい。
久しぶり。いい曲すぎて。そうなんだ。今日お披露目来てた。そうなの。後ろにいました。いつも見せたくはない。だって新しい旅立ちだから、僕の背中を追ってちゃダメだ。もう忘れてほしいんだ、僕のことは思い出さないで。いつの日かなんて自分から言いたくない。帰ってこられる。
一つも見せたくはない。だって新しい旅立ちだから、僕の背中を追ってちゃダメだ。長谷川さん2曲リクエスト、そして七並べ2ヶ月連続1位、ありがとうございます。ありがとう。頑張ったかやった、本当ありがとうございます。素敵な曲に出会えて嬉しいです。私歌声で好き、嬉しい、いい曲だよね、うん。面倒なリクエスト、いやいやそんなそんな、ちょっとね、ちょっと存じ上げない曲だと覚えなきゃいけないので、ちょっと遅くなっちゃうんですけど、なんかね、あの不純文学少女歌劇団さん見に行って、ちょっとダークな曲が歌いたくなったので、ダークっていうかこの曲を歌ってます。久しぶり。溶かした涙は私の気持ち、怖がらないでね、死んでも拾いでいたい。一緒に行くって約束したでしょ、鎖で飾り付けリボンを縛ったら、夢の中赤いシクラメン目隠しをして、秘密の味届けるまで愛してくるほど何でも知ってるの、ピーターが好きでしょ、海賊とかすごいに紛れて君を思ってつくむてるチョコレートメランコリから地獄の入り口、君とだったら私怖くないよ、心の待ち合わせ焦がれた恋の花、私の姫ごと恋願う、分かっていても素
少し怖い君のことを信じて乱れてる切なさえ中毒結末へクイエムどこにいるか探しているの君を見つけたこの瞬間キサラギメラウコリこれいつめっちゃ歌ってたのいつでしたっけ見て喜んでそんな目で震えないでよ安心して逃げたりしないわ愛してる一生これが真実だわよく聞け見失うよここで全て舐め尽くしてで飾り付けリボンをしまったら夢の中赤いシクラメン目隠しをして秘密の味とろけるまで愛してくるでも後ろ姿じゃもう満足できないの追いかけ尽くしたエンディング話したことない君のためチョコレートメラウンコリー歌おう。これだと思った？
ちょ久しぶりに歌ったねえ、僕恋やりたいんですよね。毎日歌って、毎日歌おうかな。この曲待ってた、本当ちょっと割れちゃった。カラオケ屋さんで歌いたいですね、マイクで。ライバル公演ないかな。ね、歌うためが遅くなる。そうなのよ、こうなっちゃう。でもそれを最近スタジオ公演自分のね、アーカイブ見て気づいて直そうとしてるんですよね。目力、声出しありで僕声公演、確かにしたい。かわいいね。またあなたのこと考えてたとかも、ずっとこうだったの、目が。これでやばいって思って。今日は、特に何もないのに、トロブさんが電話をかけてきてくれて、話してました。特に何もないのにっていうのはトロさんが言ったんですよ。どうしたんって言ったら、いや何もないんだけどさあんまりそんな感じで電話してくれる人いないからさ、嬉しかった。顔赤いのはね、オレンジライトつけてるんです。そう、買ったら普通。そうね、また会おうねって話してました。飲んでないですよ多分ね。ほっぺた赤くなりがちなんよ。これはひなのまま。それでは壇上を読んでいきたいと思います。そう、天然13位、デンノさん。12位、MKさん。11位、Qさん。10位、テレピーさん。9位、ツボユウスケさん。8位、トラキーさん。7位、大阪 LLC さん。6位、ユウキさん。5位、ブルーさん。4位、ジャストミートさん。3位、昔からおじいさん。2位、マサさん。そして1位はトゥルルンチちゃん、なっかんさんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22、トゥルルルンチちゃん、ヤスタカさんでした。ありがとうございます。29。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日。ありがとう。すごい、お休みがいっぱい。あ、ゴールデンウィークね、ゴールデンウィーク明日から日常っていうか、お仕事の方、学校の方多いかもしれません。応援してるよ。大丈夫。うん。
そうや、 TikTok 載せます。うまーだね。明日載せますね。あと30秒あるわ。もしかしたら明日画角が変わってるかもしれない。わかんないけど、ありがとう。